今までなんで誰もこういうことを考えなかったのかな。まあ、ストラップっていうのはすごい、なんていうの、ただ楽器を吊るっていう意味で、原始的なもんですよね。まあ言ってみたら紐で、でこういったパッドがついていないものもずっとありましたよね。もう伝統的に何が今までの問題だったかというと、こういうふうにやるとこう首がこう締まってしまうと。で首が締まってしまうので、これがサックスの演奏に良くないと。まあ、良くないと言われてても、まあ、それをがもう言ってみたら何十年も100年近くそういうことをずっとやってきたわけなんですけれども、はい、で、ここを締めないためのいろんな工夫をいろんな会社がやってるわけですよね。その中で一番簡単な仕組みがこれだと思うんですよね。折れ曲がらない反発力の強い、復元力の強いなんかファイバーの骨っていうんですかね、イカの骨みたいなのが入ってるらしいんですけども、でまあこれだとですね、本当にちょうどいい感じでね、ここにこうマージンが開くというか、これ以上締めてこないんですよね。でしかも脱着がこう簡単にできると。あとはですね、値段が安いということも、これもやっぱりものすごい大きい。で、あと、これもすごくいいと思います。例えば金属のやつだと、やっぱりこのリングが、削れてきちゃいますよね。で、だからこういう樹脂製の方が、まあ、僕は好きなんですけれども、で、ここのところにこうちょっとこの出っ張りがあって、軽く引っかかってね、スポンとすぐには抜けない、うまいこと考えてますね、こういうのもね。これもすごく機構として、気に入ってます。ただ難点はですね、外した時はね結構間抜けな感じに、なってしまうので、休憩時間の時は大体取ります。そんなわけで、でもまあこのすごくねシンプルな特別な構造を持ってないっていうところが、今までなんで誰もこういうことを考えなかったのかなって思います。